国道482号は京都府宮津市から鳥取県米子市に至る一般国道である。兵庫県豊岡市担当町、鳩山付近、奥に県道2号との分岐点が見える。日本海側の若狭湾に面する京都府宮津市の国道176号、178号分岐から丹後地方と兵庫県田島地方及び鳥取県と岡山県の県境にまたがる。 中国山地の山岳部を縫うように東西に走り、鳥取県西端に位置する米子市の国道9号交点と結ぶ延長約 333km の一般国道の路線で、主な通過地は、京都府京丹後市、兵庫県豊岡市日高町、三方郡上町、鳥取県八津郡若狭町、八津町、鳥取市持ヶ瀬町、岡山県戸又郡鏡野町、 鳥取県東白郡三笹町、岡山県真庭市、鳥取県日野郡甲府町である。数多くの一般国道の他路線と重複する区間を、持ち、起点、宮津市から丹後半島をぐるりと周回して、京丹後市丹後町まで国道178号と徴用し、鳥取県甲府町から終点、米子市までの区間は国道181号と徴用する。このほか。 中国山地の山岳地の中で国道312号426号9号29号53号179号313号と徴用する区間を持ち路線総延長の約4割にあたる約 141km が徴用区間である米子自動車道へのアクセス道路にもなっており岡山県和庭市内のヒルゼンインターチェンジで米子道と接続する 一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り、現行の道路法に基づく、一般国道の路線として、1992年4月3日、政令第104号の交付によって、第5次追加指定され、翌1993年4月1日施行によって、国道になった路線である。路線指定当初は、4箇所の未通区間を有していたが、 徐々に改良が進められた。兵庫県、鳥取県の峠越え水区間は、ダートで悪路のため車両通行困難なくはが、森林道が連絡していた。兵庫県三方郡上町小四六、秋岡、入り口標識最後の水区間となった兵庫県、上町と鳥取県若狭町を結ぶ 6.4km の区間は、上町道岩小屋線が並行していた。この町道は2001年から、 将来の国道昇格を意図して舗装され、車両の通行が可能になった。しかし、2004年の台風23号で、落石や土砂崩れ被害により通行できない状態となった。2013年から防災工事を本格化させ、兵庫県が約22億円をかけて整備を進め、2019年5月25日、この町道を国道に編入する形で15年ぶりに、 再開通させた。旧国道沿いにある国道482号、昇格記念碑2007年9月25日、鳥取市佐治町、化石の化石目標交点から、鳥取市佐治町鴨の舗装公点までの間が、旧鳥取市道北岸線及び、鳥取県道230号を豪地鴨線のルートに変更され、旧国道は鳥取市道佐治中央線となった。兵庫県、 鳥取県境の最後の密通区間は、2019年5月開通により、路線指定当初以来4カ所すべての密通区間が解消された。この標語、鳥取県境区間は舗装はされているが、道路福員が境外であり大型車通行不能、冬季通行止め、事前通行規制区間である、トンネル、編集国道の未開通区間に建設された。1996年開通。 延長3692メートル、1996年度着工、2003年11月8日、共用開始、国道の未開通区間に建設された、祖父武,武市の北陸を貫通し、トンネル西側の国道を9号沿線の鳥取、湯村温泉方面と、トンネル東側の神鍋高原や、その先で接続し、豊岡市や木の先温泉方面へと結ぶ、 国道312号、伊豆市方面とを短絡する経路となる、延長百2 4 4メートル、2019年11月24日、共用開始、国道の未開通区間に建設された、1998年開通、橋梁、編集、長板友もも共同の駅、編集内海峠、鳥取県日野郡甲府町課谷にて、ありがとうございます。